だからファンクは男の子なのと腰痛を抱えながら自分に言い聞かせているファンクであった。鉄人と戦ったお店なわけ。恵比寿のダルブルというとてもおしゃれなねレストランにカスレというなんかメニューがあるらしいのね。これすごく美味しいらしいんだけど、これをねちょっとね食べに来たのね。でもね訪れたの火曜日で、お店営業してるのね月水金だったのよ。だからねお店お休みだったんで、すぐ近くのねタイ料理のお店リトルグレイ、あそれエイリアンだリトルバンコクというねお店でランチすることにしました。ファンクがね一番乗りでね、まだお客さんねいなかったのよ、オープンしたての時でね。でね中はねタイのねなんか仏壇とか、あれこの人って太っちょカウボーイだっけ、それあれ映ってる左の人はここのお店のマスターじゃん。この人なんか何やってーこの人加賀武士と戦ったの？いや違う鉄人と戦ったの？あ、右の人あれじゃん、2代目1の鉄人、バナナマン日村、あれ違う中村孔明じゃん。すげえ。でねびっくりしてたらお客さんいっぱい入ってきてね、ちょっといろいろね質問することできなかったのよ。邪魔すると悪いじゃない、申し訳ないからね。でまた今度ねちょっと訪れた時いろいろ話を伺おうかなと思ってるんだけども、ここのお店のねマスターがね鹿島正美という人で、なんか今ネットでねちょっと調べてね出てきたんだけど、もともとはなんかフランス料理のねビストロでシェフやってて、でその後ねタイのねデュシタニホテルの中のなんかデュシトティエンドンっていうねタイレストランで修行してて、それでね日本でね独立していろいろなんかね展開してて、で1997年中村孔明と戦って車エビのね対戦でね惜しくも負けてしまったんだけども、相当なんかこの人有名らしいよ。お店のね前を通りかかった時にねカレーのいい匂いがねすごくプンプンなのよ。なんかシナモンっぽいなんかタイ独特のなんかね深い味わいと甘みのあるプンプン、これ食べるしかないっしょってもうね最初から決めてたのよ。それでなんかね出てきたねこのねなんかグリーンカレー鶏肉のなんかスープもついてきて、きのこと豆腐とあとね小池栄子みたいなねご飯とあとねカレーとあと春巻きも後から出てきた。それでお店のねオーナーがねこれをねかけて食べてくださいってねなんか出してくれた調味料がなんかシロップみたいなのになんか入ってんのと、あとちょっとね匂いがプンプンするね醤油。これでね今日はねガツシ食べていきたいと思います。それでねカレーのね中にはねなんか葉っぱが入ってた。この葉っぱもなんか匂いしそうだねプンプンと。それとねたけのことねあとトウモロコシのね缶詰の中入ってるちょっと白っぽくなってる美味しいやつ、あれファンク好きなのよそれとねあれ鶏肉結構入ってるよこれ、これにあとね春巻きもなんか美味しそうだね、なんか人参と大根とあとなんか葉っぱ入ってる、あとエビも入ってるよこれエビチリみたいな、トマトケチャップみたいなのも表面についてるの、スープも美味しそうね、それでね鉄人と戦った人のお店で食べるの初めてなのよ。一体どれほどの味なのかっていうのもねちょっと想像つかないんで、すごくドキドキとワクワクが止まんねえ。それでねまず一口食べてみたのね。本当にね、今日の動画見てる人には申し訳ないんですけども、クソクソやべえ。もううまいっていう言葉しかない。やたらうまいぞ、これ。なんじゃこれ。いや、ファン君ね、今までね、タイ料理屋さんでいろんなものを食べてきてて、カレーもいっぱい食ってきたんだけども、いや、これ、突き抜けてるよ。びっくりするぐらい、あれ、今まで食べてた、タイのカレーって何だったんだっていうぐらいね、やばいほどうまい。いや、ファン君びっくりしちゃった。鉄人と戦った人ってこんなにすごいの？いや、これで800円安くね？いや、めっちゃうまいんだけど。いや、もう多分今日ね、その言葉しか出ないと思う。ズビシズビシズビシってきちゃったもん。いや、ここやばいわ。それでね、スープがすっごく独特なのよ。なんかね、ちょっと臭みもあって、で、なんか味がちょっと濁ってるのよ。いや、これがまたたまらないのよ。なんか不思議な、なんかスープ。今までちょっとこういうタイプのスープはファンが飲んだことない。それとね、春雨なんだけども、クソ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 やべえ。いや、めっちゃうまいわ。いや、ファンク、今日もう、ここでビール飲みたいよ。大丈夫？この後仕事あるけど、いや、ほんとビール飲みたくなっちゃう。ね、ランチだけ食事するなんてもったいない。いや、やっぱりすごいのね。鉄人と戦った人って、腕がある人だったのね。あ、ごめんなさい、なんかスポンサーとかの関係で出てたりとか、あと有名だからっていう感じでしか思ってなかったんだけども、ごめんちゃいね。やっぱりすごい人が出てるのね。それでね、これ食べ終わってね、出ようと思ったんだ時にね、店内ね、お客さんのね、9割が女性なのよ。で、ファンク以外はもう、若いお姉ちゃんでお店溢れてたんだけども、みんななんかね、エビチャーハン頼んでんのよ、台風の。で、見てたらね、いや、またそれがさ、めためた美味しそうなのよ。それなんでね、頼んじゃった。あ、そういえばね、このお茶美味しかったよ、タイの。梅昆布茶かな、これ。でさ、エビチャーハンやばいでしょ、みたいなね。いやー、これはね、隣のさ、お姉ちゃんも後ろのお姉ちゃんもみんなこれ頼んでたのよ。でさ、チキンウィングと、あとエビでっかい、これね、中にもエビ入ってるのよ。で、みんななんかこれ頼んでて、なんかテンション上がってたのよ。で、パクチー苦手な人もいるから、なんか多分ちょこっとだけ乗ってるんだけど、多分パクチー増しとかできると思うよ。いっぱいなんか、こんもりしてるお姉ちゃんとかがいたから。これ、ねえ、やばいっしょ。お店のね、8割がね、このね、エビチャーハン頼んでたのよ。ここの名物なのかな。でね、匂いがね、チキンライスの匂いするのよ。チャーハンでチキンライスっていうのはちょっと珍しいんだけども、これね、ちょっとね、食べてみました。この動画がね、ミスター味っ子だったらね、もう確実に「うまいぞー」ってなってるよ。いや、電気が走るぐらいうまい。ちょっと甘みもあってね、さっきのカレーはね、なんかシナモンかなんか使ってて、甘みちょっと抑えてあるんだけども、でもやっぱり甘みもちゃんとついてるのね。で、ここのチャーハンもね、シナモンとは違う、なんか独特の甘みがついてるのよ。ね、ミルクの、それ、シナモンじゃないわ、ココナッツだ。あ、ごめんなさいね。なんだろう、なんか懐かしいような。っても不思議になっちゃう。でね、やっぱり味もなんかちょっとね、チキンライスに似てるんだけども、でもやっぱりチャーハンだね。味がなんかすごくうまいよ。いや、これ頼んじゃうわ。わかる気がする。チキンウィングなんてね、もうすごく香ばしくて美味しいよ。これはもう今日はうまいしか言えないわ。ごめんなさいね。いつもそうだけど、でもほんとここはうまいしかもう表現できない。なんか今一瞬不気味な映像映りましたけども、心霊動画ではございません。いやー、ここ多分ファンがいっぱい切っちゃうんだ。それでは味の感想はつぶし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 のランクウィン。あとちょいですけども、2017年最も美味しかったお店はリトルバンコクに決定だと思います。いや、歴代の中でもかなりすごいです。やっぱりね、すごい。だから言ったじゃない、料理の鉄人はすごいってね。ファンク言った通りよ。いや、本当にごめんちゃいでした。今度またなんか再放送とかやった時は正座してみますのでよろしくお願いいたします。ただね、心配なことあるのよ。お店のね、オーナーにね、撮ってもいいですかって言ったら、いいですよって言ってくれたんだけども、写真のこととかインタビューできなかったから、似てる人で雇われてるっていうだけじゃないよね。大丈夫？後で大恥かくの嫌ですよ。あ、ごめん、恥なかったじゃんね。かきまくってて、恥というものがもう擦れちゃってないですよ。でも写真の人とそっくりだったからそうだと思う。今度またね、ちょっと違うものを食べにね行った時にちょっとね、お店の人にねいろいろ話を聞いてみようかなと思っております。また汚れちゃった。どうしてもさ、動画作るときさ、眠くなっちゃうからさ、お菓子とかパンとかさ、そういうのいっぱい食べながら作ってんのね。だからね、こうやって動画上げればさ、ね、掃除しなきゃいけないって思うじゃん。ファンク内に考えてるんですよ。それでね、このね、ハンズで買ったね、斧あるじゃん。ハロウィンの時に。もう、5、6年前。これね、背中描くのちょうどいいね。すごくいいですよ、これ。餃子はね、水は使わないでね、卵豆腐のタレでね、蒸したのよ。でね、麻婆豆腐はね、卵豆腐を使ってね、いやー、これね、予想以上につぶしなのよ。昔からね、あ、これうまいんじゃねっていうんでね、考えてね、よく食べてたのよ、作ってね。やっぱりつぶしね。ファン君ね、秋田で生まれたんだけども、田舎のね、おがからね、おにぎり塩と、あとね、この塩のりファン君大好きやねん。これもうたまらん。あとね、この生のりっていうの初めて食べるんだけど、のりの中佃煮らしいのよ。でもね、もうこの塩のりさえあればね、365日もうエブリデイハッピーよ。これ秋田のね物産展とかあったらね、ぜひねもうゲッツしてみて。やばいから、もう何度食べても飽きない。やっぱりね、秋田に生まれてよかったなってね思えるほどね、これもうずびしなのよ。いぶりがっこもね最高ね。あ、そういえばね、前にね会社の人とね飲みに行った時にきりたんぽ鍋あったからね、会社の人がね「ファンクちゃんのために取ってあげてよ」って言って注文してくれたのよ。でもそこねセリ入ってなかったのよ。きりたんぽにねセリないのダメ。春菊と白菜入ってたんだけども、で会社の人がね「え、白菜と春菊がきりたんぽの定番じゃないの?」って言うから「いやセリ入ったの一度今度食べさせますんで」ってね、ちゃんとしたねきりたんぽ鍋食べさせてくれるとこ昔新宿にあったのよ。そこ連れてってあげて食べさせてあげたらさ「え、何これ、こっちのもうまいじゃん」って。そりゃそうですよ。でしょっちゅう使ったねスープのきりたんぽのセリももうってなっちゃうからでもこの塩のりもねってなっちゃうよ。これ前にあげてたらもうごめんちょなんだけども、前にね文京区のね白さんのところ仕事行って、それでね時間あったから街プラプラしてたのよ。そしたらね、このね酒屋さんでね自販機見つけたんだけど、これファンクが小学校とか中学ぐらいの時に見かけた記憶があるんだよね。いやこれはちょっといや懐かしいなって、ここね白山周辺ねちょっと味わい深いお店多いのよ。それでなんかね創作料理のねお店でね気になるねメニューあったのよ。クリーミーカレーうどんっていうのとね、あとクリーミー丼、なんか変わってて気になるっしょ。追尾してきたんだけど、でランチタイムの前にもうね移動しなきゃいけなかったんでね食べれなかったのよ。今ここファンクちゃんねロックオンしてますよ。ちょっと興味ある。で変わってるじゃんこれ。だからどんな味がするかね、ファンクちゃんすごく楽しみ。次回の東京シゲクラブは